皆さん、こんにちは。僕の名前は妖怪ぬいぐるみサイコパスおじさん。今日は池袋で、バカほど男キャラ、あさってきたから、よかったら見てて、こんな感じで、本当夜道とか推しキャラと歩いたりするような男だから、気をつけて見るといいぞ、ということで、動画スタート。はい、まず1店舗目はアニメイト池袋本店さんでございます。あんさの日向くんとゆうたくんのアルバムが関係されてます。この日激込み、池袋ここにほど激込んでて、もうしぼこんなの初めてでしゅっていう感じでした。激込み理由その1、あんさのキッチンカーのやつなんですよ。僕これ初見知らなかったんですけど、2日間限定っぽくて、バースデープロマイドこのメンバーが、あっ、これがいらสามแก้วแถมแก้วลดราคาใช่ไหมใช่ค่ะแก้วลดราคาจากปกติเท่าไหร่จากปกติปกติแก้ว58บาทแล้วมันจะเหลือประมาณ70 บาทแล้วค่ะはい、まず目的その1、23時のね、ハロウィンのショップのやつで、この日初日だったんですけども、友達がね、デビちゃんの番組をオタクしてるので、写真についていきました。こんな感じでね、ステッカーとかも作ってくださって、欲しいと写真が撮れるんですよ。やっぱさ、SNS じゃ写真撮れるって最高ですよね。はい、僕もデビちゃんの写真撮らせてもらえます。かわいい、見て見て。じゃあ、個人的にデビちゃんと言ったらね、レッツを。ということで、レンズともね、デビちゃんをしたから、もう、ね、これ、決済投稿した写真で、そらですね、インスタにコメントが来て、インスタに投稿したら、もう、ダクトも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 、ダคือรถใช่ไหมหรือแต่เสียใช่ไหมไม่ใช่แต่ที่พ่อสั่งแล้วมันก็คือไซส์นี้ก็คืออันนี้แหละคือเชื่อปกติมันเป็นเหยื่อไม่ได้หรอกแต่จะมีแต่ปิ๊กแก้วแล้วก็จะมีพาวเวอร์อันนี้คือแก้วใช่ไหมใช่ค่ะก็ให้ชิ้นกินน้ำปลาเป็นอะไรก็เอาเป็นแก้วมาแก้วนี่คือแก้วโปรโมชั่นแบบนี้ใช่ไหมแก้วขนาดนี้あれにはカラーカラーさんは少しいいのかな。今年のブライダーなんですけど、アニメっぽい絵柄になってます。でもこの作画でも十分可愛いから、全然もうほんと脇とか見せてほしいっていうぐらい可愛かったです。あとですね、一回でビーレ作品の部屋的なものをやってて、もう可愛いポップがこんな感じで並んでたの、すごい幸せ空間だったね。見てもさ、このさ、イケメンたちがイチャイチャしてくれるなら、僕ほんとなんか何でも頼るし、なんか職場のおじさんとか2、3人なんかちょっとすごい何でもやるから、本当君たちは幸せになってねっていうポップがたくさん飾ってあって、もうね、幸空間だった。はい、そして僕の大好きな君には届かないのポップがあったので、写真撮らせてもらいました。これもう絶対写真撮るとかとかっていいっすってさせてもらったからね。見て、ちょうどすぎてハートが作ったんだけど、爆買いアニメと黒と嬉しいと思ってるから、なんかもう爆買いおじさん乱入してるようにしか見えなくて、本当なんか治安下げちゃった、ごめんなさい。はい、アニメイトでしっかり爆買いさせてきました。一番でかいアニメイトの袋なんですけど、パンパンに詰まってね、もうしっかり買わせてきました。後ほど購入品紹介でご紹介いたします。もうね、見てくださいね、取ってちぎれそうなの、なんか重いもの買いすぎて、なんか袋ちぎれそうだったはい、もう我慢できないからこれだけ紹介させてください。天神のアルファイゼ見て、こんなエッチな男を公衆の面前で売っていいんですかって、このジムジムすごくバッチ、そしてこの法外な性的バグらせくびれに、もうさ、すごい腹筋もそうですさ、ボリューミーな下半身と性的バグらせるね、実際これがさ、置いてあるの売り場でヤバくない、この男アボミアボミでマキーネ、ให้มีนั่นนะไอ้ลิงโง่นะจริงจริงลิงโง่ย่างจริงที่มันยาบกันไอ้คนนี้ตัวผมแล้วผมอยากทำอะไรมาชั้นให้มูชิมฮัมเบอร์เกอร์มูมูชิมคนนี้กินดิบเดฮัมเบอร์เกอร์สิฮัมเบอร์เกอร์ตัวนั้นกินดิบฮัมเบอร์เกอร์ฮัมเบอร์เกอร์สิเนี่ยผมนี่มีนี่อยากทำอย่างไรผมนี่ไม่ทำได้ก็แล้วでこれ何人2枚かとかっていうと、見てここに僕挟まれたかと、アルファイゼンの間に挟まれたかと、夢かなってよね、もうアルファイゼンに挟まれたかと、夢かなってありがとう、アルファイゼンみたいな、もうリンゴヤングペンチャーなんか、あ、ペンチャーね、ペンチャー気に入るわ。はい、そしてアニメイトの次は辛味を追加させておきました。あ、ペンチャーにまだかも今辛
体に強いですが、この柄でやってるのでドリンクちょっと決めに行きたいなと思って行かせていただきました。空手詰め込んでたんで、この日これから行っちゃいます。僕ですね、ドリンクのコラボだけかと思ったらめっちゃコラボグッズ、待って、僕これ知らなくて、待って、キャンディーをメロクラしたし、クレービーの色紙飾ったと、これやばくない、こんなの飾っていいんですか、顔がすぎて壊れちゃいますよって。アンスター以外にもこんな感じでコラボたくさんやってて、じゃあ8個もコラボしててスタッフさんちょっと大変そうだなと思って、でネジモンがね、最近あの映画あるからネジモンのコラボもしてたりとか、こんな感じで BL 作品のねグッズもあったりとか、めっちゃカラテツのグッズ可愛いよね。あと魔導素子のコラボもあって、ほんとカラテツちょっともう見逃せないよね、グッズ可愛いよね。はい、早速ドリンク注文させていただきます。これあの僕ここのコキノマス読んでて、あのカラテツでドリンクを頼んだら、このシーンとした空間でおたきがめっちゃ待たされるんですけども、ちょっと気まずいのでシーンとしてね、でなんかさ、あの気まずいときのまって言うと、シーンとしてくれたんで、みんなおたかつとか、なんかちょっとあの待ったりとかしてて、なんかちょっとときのまで待つの面白いんだよね。はい、せっかくなのでコースター開封の儀をしていきたいと思います。誰が出るでしょうか。1枚目こちらでございます。1個でしょ、嬉しい、もう嬉すぎて、この空間でさっか見たかったけど、ときのまだから黙ってね、嬉しすぎて、ともにきくん、ありがとうって、ありがとうって言ってます。2枚目はサンサンちゃんでございます。あ、嬉しい、その雑誌で僕の顔とかお腹叩いてっていうくらい可愛い雑誌で立ってますね。あとこれ5000円購入で1枚もらえるポストカードもらいました。あと色紙が一番個人的に気に入ったから、色紙を10枚か、これも後で開封します。この色紙めっちゃ嬉しい。おー、見て、キラキラ、金ピロー、オタク金ピロー大好きだから、キラキラして、もうニキ君も出すなくもありがとう、来てくれてめっちゃ嬉しかったよ、いっぱい家で使うよ。で、ドリンクは左側のクレビンと右側のスイッチと飲ませてもらいました。これね、あの軽率ドリンクじゃなくて、ちゃんと美味しいドリンクだった。もう軽率じゃなくて、空手室軽率じゃなくて、本当にちゃんと美味しいドリンクでさ美味しかったです。はい、おじさんも恥ずかしげもなくぬいぐるみ広げて写真撮らせてもらって、かわいいね、テレビの上に並ばせてもらいました。もうほんと時の間だけど、もうどうしても記念撮影したくて、ぬいぶち広げさせていただきました。かわいいね、かわいいね、みんなよし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 って。コラボのリンクは空手では飲食 NG なので、ちょっとね、あのマックスでも2個しか注文できないので、こちら2個だけ飲ませてもらいました。はい、次はアンスタのカフェシナモンに向かいます。ちょっとあの顔漏れなさすぎてモザイクかけさせていただきました、すいません。はい、カフェシナモン到着しました。みんな君も一緒に来たよって言うとりますね、可愛いですね。あの今までいつもカフェシナモン夜に来たんですけど、明るい時間帯に行きたいなということで、あの用事の会に行かせてもらいました。イエーイ。でこの期間ね、ハロウィンコラボメニューやっててめっちゃ可愛くない、もう写真映えも考えられてて、ハロウィン鬼可愛すぎます。でこの写真見て、多分皆さん、え、ちょっとエイジさん、リンネ君、あと股間の上にぬい置いてますよね、それってリンネ君のなんか公開ハラスメントですよ、股間ですよねって言うと思うんですけど、違う、股間からずらしてるので、ね、僕はそれちゃんと言えてやらないことなので、やめてください、僕そういうキャラじゃ違います、これはちゃんとずらしてるので、あの言いがかりやめてください。もうメニュー可愛すぎて、メニューで写真撮っちゃったら、リンネ君もハロウィン大好きだもんね、ありがとうね、リンネ君もね。でさ、もうシノノンブレンドティーも充実して、もうシノノンブレンドティーでかくなったねって友達と、もうシノノンブレンドティー育ったねってもうやらせてもらったね。はい、メニュー注文した後は、あのオタクすぐあの自分のグッズ広域展開するから、早速ぬい広域展開させてもらいました。はい、まず1品目、クマさんドリンク、見て可愛くない、これホワホワしてて写真映えしちゃいますね。おはっくんとも撮らせてもらいました。ふわふわしてて可愛くないですか。あ、ゆくんもなんか汗だく白ジャージー漏れてて、みっくりぴったり。メルプチ太郎ちゃんもめっちゃ可愛くないですか。これテクスチャー固めで、ほんとブルゲさんにぴったりですね。はい、ドリンクあまりに可愛すぎてエンジン決めさせてもらいました。試しなものチアさがないわけですか。今日の花いかに。はい、次はハニートーンも頼ませてもらいました。めちゃくちゃ可愛くないですか。でこちらサイズ感なんですけれども、あの男性の拳と同じくらい、左が男性の拳なんですけども、でかあの男性の拳ぐらいなので、あのペロッと食べれちゃうので、皆さんおすすめですね。おさハニートーンも写真映えするのよ。もう満足だったね。イントタキさんも作れてありがとうね。仲良いもさん、チャーム。あねがおりがい仲良いか。ハッピーグーグーバイ。サイコパスのおじさんみたいな写真しか撮れなくて泣いちゃったよね。なんかさ、クレビの生活出てきてからさ、写真撮りたかったり、ただのサイコパスのおじさんにしかならなくて泣いちゃいました。で、他にも数枚撮ってもらったんだけど、なんかさ、あの伊勢天の宴会おじさんだよね。
なんでさ、キラキラしたカフェシナモンの空間で宴会のおじさんみたいなのか分かんなくてもショック受けて、あのさ、ね、はい、でやっぱりこの場合はいっぱい食べるようになると思うんですけど、食べるとこの人にめっちゃお腹いっぱいになっちゃったってことを、この後もね、コロナ禍で言ってくれるので、今回はまた来ます、あのハロウィンメニューめっちゃ可愛いからまた来ます。で、お次は場所を移動してピーナッシュパルコ池袋駅から徒歩30分ぐらいのビルなんですけど、ここね、お宅のビルなので、こちらにも遊びに行かせてもらいました。ここがあの海外作品を中心に取り扱っているショップなので、こちらに行かせていただきました、はい、最近流行っているスタルのグッズもね、たくさん飾っておりまして、あのインゲツさん、めっちゃエッチだよね、あのエロ同人女騎士インゲツって言われてて、めっちゃあの面白いんですけど、僕スタレはね、ちょっともうちょっとメインストーリー追加されてからやりたいので、半年後くらいにやって爆ハマりすると思うので楽しみですね。あと原神翔くんのさ、このさキーボードめっちゃ可愛くない？なんかこういうのでさ、オタク部屋とか作ったらめっちゃ可愛いやんと思ってさ、もうちょっと僕翔くんの、まあ、あのキーボードでパパパパパパパってしたいよ。あと行幸様のフィギュアも飾ってて、海外製のフィギュアもさ、本当にクオリティ高くなったっていうか、綺麗で綺麗だよね。で、いろいろグッズ見たんですけれども、アニメイトの方が今回はグッズ充実してたので、パパ、始めるか。させてもらうだけにしました。またお邪魔させてもらいます。はい、そして君には届かないのオンリーショップやったので、お邪魔させてもらいました。可愛いですね。アニメイト一続き写真撮らせてもらいました。見てください。尊すぎて、この梅干し顔おじさんです。もう、妖怪梅干しおじさんも登場しちゃいました。視野下げちゃってすいません。で、見て、壁が可愛いの。もう、なんか壁好きじゃん。壁好きじゃん。だから、こんな感じさ、めっちゃね、イラストとか、あたりとかしてて、作者さんのメッセージとかもあって、めっちゃ可愛いカフェでした。あとこのショップがですね、あのドラマ版も含めたオンリーショップで、こんな感じでドラマの衣装も飾ってて、めちゃ尊可愛いですね。アニメとドラマ、あの両方可愛い。本当ね、原作コミックもドラマも両方可愛いから、マジで見てほしい。こんな感じでドラマを使ったグッズ飾ってて、ドラマ版見た後とかね、このぬいぐるみとか尊すぎて、このドラマ版見た、このぬいぐるみとコミックも可愛いです。コミックも可愛い。でお次また場所を移動しまして、今度は池袋駅直結のパルコさんの6階に行きました。エヴァストロが先のピーナッシュパルコからこちらのパルコに移転したということで、移転後行ったことないのでエヴァストロ行かせてもらいました。このラジオ馬っていうシリーズのグッズを探し行ったんですけども、ほぼ完売しちゃうので、ちょっとまた入荷があったら買いに行きたいと思います。あとエヴァと謎解きのコラボで、カオル君がね、歌舞伎町のホストやってるみたいな絵柄のもあって、最近さ、ホストとかさ、そういう悪い男みたいなさ、まあ、悪い男、エッチだし好きだし、エッチだし好きですけど、僕も、まあ、せっかく来た記念ということで、このねラミカコレクションっていうのも可愛かったので、ちょっと買わせてもらいました、まあ、せっかくなので開封していきたいと思います。ちなみに狙いはカオルくんです。どっちもカオルくん出たら嬉しいなって思って、はい、開封していきたいと思います。と思ってやるけどと思ったら、あの引っかかって、あ、これあれなのか、見てるやつだと思って、思い切っちゃいます。ちょっとあの、こんなばかりはそこだけちょっとさ、心ちょっと痛くなるような、あ、見にしてやらせてもらいました。はい、誰々と食者あの、最初にロングシェアからびっくりしたので、これ裏面だったみたいな。はい、かかっていきます。見たんだよ、この人。どっちも綾金レイちゃんでした。私が死んでも代わりはいるものってそれからね、レイちゃんでした。これさ、ラミネートカードなんだけど、本物のラミカっぽくて、あのなんか同時グッズっぽかった。ごめん、あの言い方あるかもしれないけど、同時グッズ、本当になんか髪をラミカしたガチのラミカだったから、あ、こういうグッズ結構公式出るって珍しいなと思う。パパキャティアン、コミパパキャティアンじゃないか。アスカとレイちゃんでございました。あんたバカって、カオル君、カオル君のプラクシスがエッチすぎる、あんたバカってさせてもらいました。もうリビンティー、このエヴァスタマル6階でめっちゃ面白いなカフェあるなと思って見てみたら、あのね、セラボビビビュービビビュー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 ビビあの、この後は秋葉原に遊びに行ったんですけれども、編集マジで終わらないから一旦ここで出させていただきます。あの、すごいね、いっぱい秋葉原で寄稿したから楽しみにしてください。来週は秋葉原で推しポップと寄稿、サイクさんには可愛いの3本です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん、あ、じゃんけんに勝ったから整理券ください。
しんだもん勝ちだよ。ほら、解き放って。気持ちいい。ずっとこうやって自由気ままに生きていたいよね。